移動、はい、動かします。動いた動いた動いた。で、右のスティック、はいはいはい、はい、視点で、なんかボコンボコン、右のスティックで、はい、はい、視点を動かす、あ、すごいですよ。左右に、はい、左右に、はい、左右に、はい、左右ぐるっと、ぐるっと、はい、ぐるっと、右手は添えるだけですよね、このスティックね。はい、で、あとはまあ基本の動作としてはその、トリガー、トリガーを左右の下の、はい、これ、はい、で攻撃をする。おお、左打ちます、左打ちます、はい、はい、おお、今曲線、曲線になってる、ナッツ、もう一回、はい、も左行きます、はい、打ってください、はい、曲線、うわー、これね、引力あるってことか、これどれぐらいいける、これね、4日ぐらいいける、これ多分ずっと打ってる、いやすごい、うん、ああいうとこも、はい、今までちゃんとやれてなかったんで、放物線が今日もね、バーンと出てます、ね、移動してみましょうよ、やっと出てます、はい、バコーンとね、バコーンと、あと他にボタンはで、右のショルダー、このボタン、はい、ここですか、はい、でそれでまあミサイル的なものを撃つんです、ミサイル的なものを撃つんですが、はい、今肩、あ、開いた、敵がいないんで、敵がいないんで、チンした、チンしたよ、チンした、チンした、敵がいれば自動できる、ナッツちょっとチンして、はい、チンします、はい、チン、ほらやっぱ動いてる、ガレージ詐欺じゃなかったね、動いてる動いてる動いてる、敵がいればこれで自動的に撃つんですね、はい、武器の切り替えは、はい、はい、武器の切り替えは、さっきの、はい、さっきの、ワイボタンを押しながら、はい、しながら、だからさっきの右左の、はい、攻撃ボタンですね、トリガー、右をやってみたいと、ガチャン、おー、動いてる動いてる、おっと、おっと、急いで、あ、いや、セーフセーフ、何か見えました、なんでもない、すみません、僕見えなかった、今、夢の時間だったから、僕見えなかった、なるほど、僕は見ないよ、じゃあこんなもんですか、あとなんか他にあります、あとはブースト、ブースト、はい、A ボタン、ここを押してもらうと、LB、L バンパー、これ結構今までと変わってるんですよ、はい、今までと全く仕組みが違うっていうことなんですけど、はい、今までのブーストって、はい、ブーストボタンを押しっぱなしにすると、押してる間だけブーストするという、はい、ような仕組みで、離すとブーストやめる、はい、これはもう離してます、今これブーストボタン僕押してるんですけど、はい、オンオフですか、オンオフです、あ、オンの状態で今ブースターって表示が、はい、出てますね、はい、真ん中下にこの状態で動くと、おー、おー、おー、下がった、おい、進んだ、はあ、すごい、さっきほら赤からの青の綺麗って言ってたやつそのまま、そのままちょっと光に動いてみたらいいんじゃないですか、はい、はい、はい、じゃあもう、進んだらいいんじゃないですか、あ、ま、はい、はい、申し訳ないです、はい、ここですね、はい、ここと押してそのまま前に、はい、それで前、あ、一回押せばこのまま、はい、はい、あー、おー、はい、はい、敵はまだいない、うおー、なに今なんかプロデューサーがなんかうっとか言ってうっていう、はい、あとは、あとは、あとは、やっぱ早い、ジャンプ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 は A ボタン、 A ボタン、 A ボタン、ジャンプします、はい、4と、うん、お、あれ、はい、あ、ちょっと滑空しました、うん、滑空しました、ゆっくり、ちょっと前に行きながら滑空してもらって、移動しながらジャンプします、おお、滑空してる、滑空してる、おお、で、もう一つそのブースター絡みで違うところが、はいはい、今までのブースターってこう押しっぱなしにするとこう上に上がってくる、そうですね、垂直上昇していくっていう、はい、種類のブースターになってたんですけど、今回は普通にただブーストするだけだと、うん、上には上がれないんです、上がれない、ずっとどうやって上に上がりましょう、いきますよ、はい、うん、あ、これぐらいしか飛ばないんですね、あんま飛べない、はい、あんま飛ばない、なんか来ましたよ、敵っぽいのが、撃っちゃえ、撃った、あ、ミサイル撃ちました、ミサイル撃ってる、ミサイル撃ちましたね、ナッツ動いた方がいい、動いた方がいい、動いた、うん、スティックもうまく使ってね、はい、視点のスティック、倒した、視点のね、うん、あ、倒したっぽい、倒した、倒した、あ、違う、ビルの影から撃ってきた、右これは右スティック忘れずにね、あ、そうですね、そうそう、右スティック、はいはい、右手の親指で、今移動しながら、はい、ブーストをオンにして移動しながら、はい、右か左のトリガーを押すと、はいはいはい、攻撃します、はい、で、画面の、はい、当たってる当たってる当たってるよ、丸い、あ、倒した、リングが、丸いリングありますね、中央敵の敵をロックオンする、危ない危ない危ない、なんとその、画面の真ん中にある緑の大きな輪っかを、はいはい、こう移動させて、右のスティック移動させて、その出た状態で撃つ、それで撃つ、当たる、自分も動いた方がいいよ、あ、自分も動いた方がいいんですね、ちなみにですね、ナッツこういうゲーム初めてです、はい、ほぼほぼ初めて、ほぼ初めて、おお、とりあえず好きに動いてみる、好きに動いていいですか、いいっすよ、これあのヘリコプターは
味方あれは味方です。あ、味方もいるんですね。はい、これは今ちょっとあのストーリーミッションで使うシチュエーションも一部ちょっと切り出して使ってあ、切り出してるね。あ、敵いる。いいね。おい、いいやん。避けてるじゃないですか。いいやん、ちゃんと左右。左右、左右いいですよ、左右の動き。はい。はい。ない。フォー入りましたよ。いただきました。いただきましたよ。来た500分の1。500分の1。フォー来ましたよ。確かに意外と、この1、2分で割となんとか、うんうん、なってきましたね。そうですね。この間あの、お邪魔したじゃないですか。はいはい。あー、すごい。あの時、ただ説明を受けただけなんですよ。あー、そうなんですか。うん、で、説明をしてたじゃないですか。なんかあの、チュートリアルして、そうですね。勉強会をね。やばい、え、これは行っちゃっていいんですか。どうぞ、好きなところ。どうぞ、まっすぐです。全然、好きなとこ行ってもらっていいですか。左側にいる。左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 にいる。オーライだ。オーライだ。オーライだ。あれ？あ、ごめんって。誰に？いいっすね、このゼロ距離撃ち。あれ、左下に 500C とか出ましたけど。あー、はいはい。あれ、何ですか？今のあれはえ、どっかに何がいるの？獲得したお金です。今回現金支給ですか？あのヘリ？ミッション成功したらいくらっていうんじゃない？前そうでしたよね。はい。今回は？例えばあのヘリ倒したんじゃない？500チャリン。え、やば。あれその場でチャリン。はい、その場ですぐです。すぐチャリン。現金還元。やばい。すぐ現金還元。キャッシュバックです。キャッシュバック。キャッシュバック。そこら辺はちょっとまあ設定だったりとか、はい、あとはそのシステム的に、おー、どうした？あー、やばい、はい、気持ちいい、これ、何これ。これちなみにでも一発一発いつも通りあれですよね。はい、お金かかるんだよね。お支払いはミッションの最後。お支払いをね、いただきます、ね、やっぱり、やっぱり。そこら辺はちょっとあんまりバンバン打っちゃダメなんですね。うまく節約した方がいいってことですね。あら、節約苦手だから。制作苦手だそうです。あれどっか、その場合は赤字経営でも打ちまくれってことですね。まあ死ぬぐらいいいよねっていう、そういうことですよね。そういう話ですね。おっか、よし、はい、来た。ちなみにですね、アーマードコアといえば体力的なあの AP、はいはい、AP はどこに、あのリングの左のところにある、はいはい、25672、はい、あれが AP、でその隣右側の100っていう、あれはパーセンテージなんですけど、あれエネルギーゲージ、はい、エネルギーゲージ。あの今回そのなんかいわゆるそのなんていうんですか、今私どこにいんの、ここで合ってるのかな、ひとまず、はい、この回どうぞ、はい、どうぞ、今回どうぞ。いわゆるその画面の表示物、はい、AP 表示だったりエネルギー表示だったりっていうのは、はい、従来の、まあ、画面の端の方にいろいろあの大きめに書いてあったんですけど、はいはい、あのそこら辺もまあ刷新したりとか、はい、結構いろいろ試行錯誤したんですけど、だいぶこれスッキリしましたよね。でもそうですね、あの全部この真ん中のリングに集約させる形で、なるほど。厳密に言うとあれロックオンサイトではないんですよ。あ、違うんですか。別に薄く白い輪っかが出てるんですけど、外側に、はい、今は装備してる武器がほぼあれとニアな大きさのロックオンサイトになってるんで、重なってほぼイコールになるんですけど、あれも装備を変えると輪が小さくなったり小さくなったり大きくなったりする。なるほど。で、まあ全部のゲージとか、はい、あの相談数、上のあのリングの上半分のところの、はい、右と左の4分の1のところと、はい、まあ、あのそれぞれの武器の段数とかを表してます。今ゲージで表してるんです。そうですね、今あの右上のところがちょっと赤くなってますけど、はい、あれは今もう右腕の武器がもうあんま弾がない、あんま弾がない。普通はもう右手ばっかり打ってたってことですね。これ私ずっと右ばっかりです。そうですね、です。なるほど、はい。で、ちょっと どれか打って、左をじゃあ打ってみて、じゃあ左を、はい、一回打つとあんな感じで具体的な弾数が出ます。ずっと打ち続けてもらっていいですか。あ、本当だ。あんな感じで、今289、はいはい、で都度出るんですね。打った時にちょっと出て、うん、すぐ消える。なるほど、ほんと。まあ結構アナログな表示にしてある、うん、これどうですかね、皆さん AC ファンの皆さん、この感じ、そういうの聞いてみたいんじゃないですか。実際どないねん、どないやねんと、やべえ、基本全部やべえなんですね、やべえ。で多分ね、はい、あの具体的な数値が見たいよ俺はっていう人も、はい、具体的な数値、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ一回ちょっとお願いします。ちょっと興奮して手に汗が何やったんですか。何これ、また勝手にやっちゃった俺。また勝手にやっちゃいました。いやいや、プロデューサーもう一回お願いします。もう一回お願いします。どうしたんですか。
システム。お、うわかっこいい。かっこいい。システムスキャンニングモード。はい、これがスキャンモードと言われる新しいモードです。あれ右下に AP。そうですね。はい、ここにこのスキャンモードっていう、まあこの普段の、はい、戦闘モード、これを戦闘モードって言って、はい、でこれをスキャンモードって呼んでるんですけど、はい、スキャンモードっていうのはその名の通り偵察というか索敵をするモード、はいはい、で、画面の表示も全部切り替わって、はい、で具体的にそのさっきの弾数とか、はい、AP とかエネルギーとかっていうのは画面の右下に全部数値で込んで、はい、ありますね。ショルダーユニット、レフトアームユニット、はい、ライトアームユニット、で、まあ、リコン。例えばなんか変なアイコンで、あ、なんか真ん中ですよね。あれは、はい、なんかあそこに爆発物がありますよ、ね。あ、燃えてる爆発物のグラフィックの絵です、ね。あれをなんか、あれ打つと、おお、壊れますよ、ね。で、まああれはちっちゃい、はい、なんだろう。トレーラーというか燃料車みたいなやつなんで、はい、あれぐらいの爆発ですけど、はい、マップによっては例えばもっと大きなバスタンクみたいなのがあって、でそういうのを利用して倒すみたいなこともできるし、ちなみにこの間攻撃できなさそうですね。そうです、じゃあこのスキャンずっとスキャンモードにしとけばいいじゃんっていう話が当然出てくると思うんで、この時は攻撃できません。僕今攻撃ボタンを押したんですけど、何もできない。攻撃できない。見てるだけ。攻撃ができ見てるだけ。そう。で、まさに覗くだけだよ。その代わり、エネルギーが減りにくくなってる。スキャンモードの時はエネルギーが減りにくい。要するに、まあ、理屈としては、その、はい、腕とか攻撃のファンクションに回す電力を切って、はい、こういう索敵に回してる。やばい、ちょっと男前みたいな。電源カットみたいな。そう、電源カットね。いいですね。で、エネルギーの供給がその分余裕ができるんで、はいはい、減りにくくなる。そう、相対的に減りにくくなるよっていう、そういうルールでしたね。そういうルール。で、まあこれミッションの時は、例えば、まあ。これなんか敵とか、あ、なんかやった。なになになに、スキャニングですね。スキャニング、100%。敵がいるんですけど。いますね。おー、なんかだ、すごい、何これ、調べることができて、で、これあそこにいる、まあ、ヘリみたいなやつありますね、はい、あいつのパラメータがザラッと全て出てます、表示されます。いやー、まあ、左側に出てるのが、まあ、体力だったり防御力だったりっていう、スカウター的な、そう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 、ドラゴンボールのスカウター的な、イエスその通り、ピピピッと、はい、イエスその通り。右側のグラフ、はい、グラフ、はい、自分が今持ってる武器で、はい、今この位置からあいつを攻撃したら、はい、どれぐらいダメージがいくよっていうのを、そうしたことも分かるんですか。リアルタイムに表示されてる。リアルタイムに、マジで。リアルタイムに見ると、ありますね、下まま離れると、はい、微妙に線がずれてると思うんです。微妙に線が、ほんとだ、折り方、中央の縦のラインの線ですね、はいはい、右側に今赤いグラフのところで言うと29って書いてあるんですけど、はい、あれがダメージの数値です。今減ってますよね。これね、変態言われるの分かる。ある程度行くともう変わらないっていう、ね、上限がアッパーになって、なるほどなるほど。さっき弾を撃った時にこう放物線落ちてたよね、はいはい、こう弾道がまっすぐビューンって飛んでってある程度のところまで行くと重力に負けてストーンって落ちるっていうのを表現してるんですけど、はい、当然そうなると当たってもダメージが少ない、ね、それあだからこう、まあ、距離減衰なんですけど、まあ、遠くから撃つと、まあ、当たっても効かねえよっていう、すごいのをやってます。そうですね、なのでこのスキャンモードをそのインゲームでうまくその戦闘モードと切り替えながら索敵しつつ倒してもらうっていうのが今回のミソですね。なるほど、そういえばレーダーがない。ないですね、レーダーないですね。そうか、そうそうだ、ない。言われてみればそうだ、言われてみればそういえばレーダーね、あ、そうか、だから、あ、なるほど、スキャンモードが、スキャンモードを入れながらちょいちょい、そこで索敵をしててっていう感じですね。いやいいな、多分俺ボイチャーで言いますね、スキャンモードかっこいい。スキャンモード入れた時いちいち言う、自分でスキャンモード起動みたいに。いや、もう言ってくれてるにもかかわらず、あー、倒した、ね、スキャンモードはもう一個、もう一個、もう一個、まだ、はい、何でしょう、リコンっていう、はい、ありましたね、先ほど、はい、新しいパーツなんですけど、こんな風にあそこに、まあ、今ちっちゃくて見えづらい、今、うん、ちっちゃくなんか発信機みたいなやつですか。あ、ピカピカって一瞬真ん中光るやつですね、はい、はい、わかりやすいね、もうなんかそうですね、はい、はい、あ、置いた、で、今、はい、ばらまいたエネミーかけるいくつ、はい、出てますね。あれは、この周りに敵が2人いますよ、おー、情報なんですね。これはじゃあ離れててもわかるわけですよね、自分が置いたとこに、周り